上女が1月31日、ニューシングル、美しい日々の欠点と、ライブブルーレイ &DVD、ルイ・セブンティーンを2作同時リリースした。新曲、美しい日々の欠点は、愛する人を失う絶望を歌った冬のバラードだ。切なく囁くような歌い出しは、叙情的であり、感情の起伏をなぞる、転調の嵐をはじめとしたアレンジの構築美は、上女作品ならではの仕上がり。ソロデビュー10周年を経て、自身のルーツと理想を具現化した渾身の一作の誕生となる。一方のライブブルーレイ &DVD、ルイ・セブンティーンは、ソロ10周年記念公演となった2023年8月28日の、ゼップ新宿ワンマン、上女ソロ10th アニバーサリースペシャルライブ、ルイ・セブンティーンの模様を余すことなく収録したもの。豪華声優陣の演技と贅沢なバンドメンバーの演奏、そして上女の歌で繋がれた、ルイ17世のフルストーリーは10年の集大成と言えるベストライブであり、その細部まで没入できる仕上がりだ。先頃公開したでは、ライブ映像作品、ルイ・セブンティーンをもとに、ソロ10周年を総括。ルイ17世に続く新主人公の登場と新章となる完全オリジナルストーリーの幕開けを語ってもらった。そしてこの後編では豪華バンドメンバーと共にレコーディングが実施されたシングル「美しい日々の欠片」制作秘話や上女自身の未来を明かしてもらう。次の主人公の名前はアンセム国歌になるような曲を書いていきたい。ルイ・セブンティーンから続く流れの中で気になるのが1月31日にリリースされるシングル「美しい日々の欠片」ですよ。バラードと言われる楽曲になると思いますが、どんな位置づけで書かれたものなのでしょう。当然ルイ17世の物語の次に届けるものだという前提はあったと思いますが。上女、そうですね。今まで僕の楽曲ってどんなに苦しいものも最後に光を残していたんですが、一度絶望に浸りたいなと、切ない楽曲だけは誰にも負けないぐらいのつもりでやってきましたが、この10周年を経て次に何をやるかとなった時に、まず楽曲面で言うとバラードを歌いたいと。そして大好きな冬の空気感を伝えるような切ないバラードにしようと、それこそデビューシングルのようなつもりですよ。そんなテーマをもとに思い描いていたんですが、昨年はいろんな悲しいこともいっぱいありましたし、そういった思いも重なってこの楽曲は生まれたんです。ストーリーとしてはこれから始まる次の物語のどこかに位置づけられる楽曲のような気がしています。上女東名阪ツアー、上女ツアーニューヴァンパイアイズボーン2024からそのストーリーを出していくんですが、人間とヴァンパイアが当たり前に共存する世界の中で起こった悲劇なんです。次の主人公の名前はアンセムと言うんですが、国歌になるような曲を書いていきたいなと思っているんですね。それはまた楽しみですね。美しい日々の欠片についてはピアノもストリングスも曲作りの段階から同時に頭の中で鳴っていたんでしょうね。上女、おっしゃる通りです。主旋律と同時にセカンド、バイオリンとビオラが聞こえてきて、そこにファーストを足したりしていった感じですね。今回のストリングスは全ての楽器がサンプリングではない生演奏。以前のようにミディデータをシャフ屋さんに渡して譜面にするのではなく、自分で譜面を書き上げるところまでやったんです。もちろんプレイヤーとのやり取りも含めての話です。そう気を使いながら進めたレコーディングでしたが、ちょっとチャレンジだったとはいえ、なかなか楽しかったですね。
それは時間もかかりますよね。上女、そうですね。曲作りに関して言えば、メロディーのためにキーをガンガン変えたんですよ。例えば、B メロの後半でいきなりターン3度下がるんですが、それはあのメロディーを歌いたかったからで。そのためにその前でターン3度下のハモリを入れて自然に聞かせたりもしている。それからサビに入った時にも半音下がるんですよ。その理由もサビに対して半音下がらないと泣きじゃくるような感情の表現になってしまったからなんです。半音下がることで一歩引いたけれどもすごく苦しいという表現ができたんですね。そこら辺はしてやったりな感じで、さらに言うと半音下がっているので次の展開の2番に行くまでになんとか元のキーに戻りたいわけですよ。ピアノソロで戻るのは簡単なんですけど、そんなことは美しくないかっこ笑いで、実はサビが終わった後に転調しているんですね。そこは譜面上も記号を書いていないんです。そしてその後のギターソロでさらに半音下がる。演奏するミュージシャンにさえもそれを伝えず、でも転調してるんですよ。絶妙に転調を連続させながら戻っていくわけですね。上女、そう、6回ぐらい転調してるんですけど、その過程がミュージシャン魂と言いますか、メカニクスを明かすと、メロディーも元のキーに準じた音階しか使わずに、でも実は転調しているという、その繰り返し繰り返しで、トラップ&トラップみたいな。その工夫は音楽理論的に興味深いのは当然あるとして、単に技術的な話ではなく、どういう感情を聞き手に抱かせるのか、その時の主人公はどんな心情なのか、いかなる視点なのか、そういったところにまで関係してくるものですよね。上女、そう、それが大事なんですよ。一番では相手の女性はまだ生きているんです。だから最後まで笑顔を守らなきゃいけない。つまり自分は強くなきゃいけない。その後、途中にギターソロを挟んで相手が亡くなるというストーリー。だからその後の最後の展開はラストサビにつながるんですが、そこにはブレスを入れなかったんです。歌詞で言うところの、その笑顔が蘇るよ、ありがとう、出会ってくれて、流れてゆくってところですね。それが僕の中での最大のポイントで、ここでブレスを入れると流れてゆくが一歩引いちゃうんです。今度は一歩引きたくないんですよ。ここで思いっきり絶望に浸りたかったんです。今まで歌についてはその都度ニュアンスを優先することの方が多かったかもしれませんが、今回は歌もかなり細かく構築しましたね。すごく精緻な作り方をしてますよね。いい意味で主人公のどこか冷静な視点が貫かれているんですよね。それゆえに想像する余地がある。なぜそうなったのか、ここには書かれていない。どう考えてもこれは悲しい話ですが、聞き手の感情を踏みとどまらせるような作りでもある気がします。上女、実は最初は感情を出しまくりの絶望の歌だったんです。でもその時に書いていた歌詞はあまりにもこの恋人に対する愛が足りなかったんですよ。愛があったら最後のその瞬間まで寄り添って楽しい日々を、笑顔を守ってあげる。それに対して相手も未来を語らない、自分を傷つけないようにしてくれてる。だけど最終的に愛だけが残ってしまった。相手のことを思って歌わないとダメだなと思って全て書き直したんです。いわば独りよがりの歌になっていたんですね。上女、そうなんですよ。もしかしたらその方が泣ける人はいるかもしれないですけど、リアリティを追求するとやはりこの流れだったんです。
最終的に笑顔を守った上で亡くなっているにもかかわらず、やっぱり絶望は感じるんですよ。でも後悔は残らないと思うんですよね。ええ、気持ちとしてはちょっとポジティブなものも残るんですよね。先ほどのハーモニーという視点で言えば、これは上條さんの特徴的なところでもあると思いますが、歌とベースをどう共存させるか、並立させるかはすごく意識していると思うんですね。例えば最初の B メロと最後の2回のサビのベースはすごく歌を押し出してくるフレーズが考えられている。上條、ありがとうございます。最近は特にそうですね。最後のサビに関しては郁夫さんのアイディアです。最初の B メロに関しては基本リズム的なところは僕の中では完全にポール・モーリアを狙ってたんです。そういったところに郁夫さんのロック要素を入れていただいて、すごくかっこよくなりましたね。あそこまで給付が入ってるのってなかなか今までやってこなかったので、他のベースパートとの起伏もよく練られている印象ですが、レコーディングの時点では歌詞は書き上げていないですよね。上條、いや、できてました。今回は歌詞ありで、なるほど。だとするとフレージングにもすごく合点がいきますね。上條、はい、一応 OK テイクの歌も先に取っちゃってたんですよ。ですけど、バンドの音を取り終えた後に演奏がかっこよくなりすぎたんで、歌も取り直しました。かっこ笑